月夜の電信柱宮沢賢治ある晩恭一は草履を履いてすたすた鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました確かにこれは罰金ですおまけにもし記者が来て窓から長い棒などが出ていたらいっぺんに殴り殺されてしまったでしょうところがその晩は線路の見回りの交付も来ず窓から棒の出た記者にも会いませんでした その代わりどうも実にへんてこなものを見たのです9日の月が空にかかっていましたそしてうろこ雲が空にいっぱいでしたうろこ雲はみんなもう月の光が腹わたのそこまでもしみ通ってよろよろするというふうでしたその雲の隙間から時々冷たい星がぴっかりぴっかり顔を出しましたき一はスタスタ歩いてもう向こうに停車場の明かりがきれいに見えるとこまで来ました ポツンとした真っ赤な明かりや硫黄の炎のようにぼーっとした紫色の明かりやらで目を細くしてみるとまるで大きなお城があるように思われるのでした突然右手のシグナル柱がガタンと体をゆすぶって上の白い横着を斜めに下の方へぶら下げましたこれは別段不思議でも何でもありませんつまりシグナルが下がったというだけのことです一晩に14回もあることなのです ところががその次が大変ですさっきから線路の左側でぐわんぐわんとうなっていた電信柱の列が大いばりでいっぺんに北の方へ歩き出しましたみんな6つの瀬戸物のエポレットを飾りてっぺんに針金の槍をつけたトタンのシャッポをかぶって片足でひょいひょいやっていくのですそしていかにも京一をバカにしたようにじろじろ横目で見て通り過ぎます うなりもだんだん高くなって今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました「ドッテテドッテテドッテテドッ」「電信柱の軍隊は速さ世界に類いなし」「ドッテテドッテテドッテテドッ電信柱の軍隊は規律世界に並びなし」「一本の電信柱が事に肩をそびやかしてまるで腕着もガリガリなるくらいにして通りました」 見ると向こうの方を六本腕着の二十二の瀬戸物のエポレットをつけた電信柱の列が、やはり一緒に軍歌を歌って進んで行きます。ドッテテドッテテドッテテドッ、二本腕着の公兵隊六本腕着の竜騎兵。ドッテテドッテテドッテテドッ、一列一万五千人、針金固く結びたり。どういうわけか。 二本の柱が腕着を組んでっこを引いて一緒にやって来ましたそしていかにも疲れたようにふらふら頭を振ってそれから口を曲げてふうと息を吐きよろよろ倒れそうになりましたするとすぐ後ろから来た元気のいい柱がどなりました「おい早く歩け針金がたるむじゃないか」二人はいかにもつらそうに一緒に答えました「もう疲れて歩けない」 足先が腐り出したんだ。長靴のタールも何ももうめちゃくちゃになってるんだ。後ろの柱はもどかしそうに叫びました。早く歩け歩け貴様らのうちどっちかがまいっても一万五千人みんな責任があるんだぞ。歩けったら二人は仕方なくよろよろ歩き出し、次から次と柱がどんどんやってきます。どっててどっててどっててどって。 やりをかざれるとたんぼう、ねははしらのごとくなり、どっててどっててどっててど、かたにかけたるエポレット、おもきつとめをしめすなり、ふたりのかげも、もうずっととおくのろくしょういろのはやしのほうへいってしまい、つきがうろこぐもからぱっとでて、あたりはにわかにあかるくなりました。でんしんばしらはもうみんなひじょうなごきげんです。 一の前に来るとわざと肩をそびやかしたり横目で笑ったりして過ぎるのでしたところが驚いたことは六本腕木のまた向こうに三本腕木の真っ赤なエポレットをつけた兵隊が歩いていることですその軍歌はどうも節も歌もこっちの方と違うようでしたがこっちの声があまり高いために何を歌っているのか聞き取ることができませんでしたこっちは相変わらずどんどんやっていきます どっててどっててどっててど寒さ肌へをつんざくもなどて腕着を下ろすべきどっててどっててどっててど暑さ硫黄を溶かすとも以下で落とさんエポレットどん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 やってゆき今日一は見ているのさえ少し疲れてぼんやりなりました電信柱はまるで川の水のように次から次とやってきます みんなきょういちのことを見てゆくのですけれどもきょういちはもう頭が痛くなって黙って下を見ていましたにわかに遠くから軍家の声に混じって「おいちいにおいちいに」というしわがれた声が聞こえてきましたきょういちはびっくりしてまた顔を上げてみますと列の横を背の低い顔の黄色なおじいさんがまるでボロボロのネズミ色の街灯を着て電信柱の列を見回しながら おに「おいちいに」と号令をかけてやってくるのでしたじいさんに見られた柱はまるで木のように硬くなって足をしゃちほこばらせて脇目もふらず進んでゆきその変なじいさんはもうき一のすぐ前までやってきましたそして横目でしばらくき一を見てから電信柱の方へ向いて「波足おい」と号令をかけました そこで電信柱は少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌って行きました。ドっててドっててドっててど。右と左のサーベルは、たぐいもあらぬ細みなり。じいさんは、今一の前に止まって体を少しかがめました。こんばんは。お前はさっきから、行軍を見ていたのかい。ええ、見てました。そうか。じゃあ、仕方ない。 友達になろううさ握手しようじいさんはボロボロの街灯の袖をはらって大きな黄色な手を出しましたきょういちも仕方なく手を出しましたじいさんが「いや!」と言ってその手をつかみましたするとじいさんの目玉からトラのように青い火花がパチパチッと出たと思うときょういちは体がビリリッとして危なく後ろへ倒れそうになりました あはあ、だいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。わしともう少し強く握手すれば、まあ、黒焦げだね。兵隊はやはりずんずん歩いてゆきます。どっててどっててどっててどっタールをぬれる長靴の歩幅は360尺。京一はすっかり怖くなって歯がガチガチなりました。 じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたがあまり今一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく少し静かにこう言いました俺は電気総長だよ今一も少し安心して電気総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きましたするとじいさんはまたムッとしてしまいましたわからん子供だな ただの電気ではないさ。つまり、電気のすべての蝶。蝶というのは、頭と読む。鳥も直さず、電気の大将ということだ。大将なら、ずいぶん面白いでしょう。京一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。ははは、面白いさ。それ、その公兵も、その隆気兵も。 向こうの敵団兵もみんな俺の兵隊だからな。じいさんはぷっとすまして片方っぽうのほうをふくらせて空をあおぎました。それからちょうど前を通ってゆく一本のでんしんばしらに「こらこらなぜわきみをするか」とどなりました。するとその柱はまるで飛びあがるぐらいびっくりして足がぐにゃんとまがりあわててまっすぐをむいて歩いてゆきました。 次から次とどしどし柱はやってきます。有名な話をお前は知ってるだろうそら、息子がエングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイヤにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてからまた言いました。 お前は、英語はわかるかいね s 度、n d my boots, i n s t a n t l y すぐ長靴をくれと、こうだろう。すると、軽くシャイヤの親父め、慌て腐って、俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。はははは。いや、迷惑したよ。それから英国ばかりじゃあない。12月頃、兵へ行ってみると、 おい、明かりを消してこいと上等兵殿に言われて新兵が伝統をふっふっと吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは1人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて伝統がついた頃はみんながよく電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。はははは。どうだ もっとも、それは俺のように、勢力不滅の法則や、熱力学第二則が分かると、あんまりおかしくもないがね。どうだ、僕の軍隊は、規律がいいだろう。軍家にもちゃんとそう言ってあるんだ。電信柱はみんなまっすぐを向いて、すましこんで通りすぎながら、ひときわ声を張り上げて、どっててどっててどっててど、電信柱の軍隊の、その名世界にとどろけり。 と叫びましたその時線路の遠くに小さな赤い2つの火が見えましたするとじいさんはまるで慌ててしまいました「ああいかん」「汽車が来た」「誰かに見つかったら大変だ」「もう進軍をやめなくちゃいかん」じいさんは片手を高く上げて電信柱の列の方を向いて叫びました「全軍固まれいおい 電信柱はみんなぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍艦はただの、ぐわーんぐわーんといううなりに変わってしまいました。記者がゴーとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足をふんばって真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、おや、伝統が消えてるな。 こいつはししまったけしからんと言いながらまるでウサギのように背中をまん丸にして走っている列車の下へ潜り込みました危ないと京一が止めようとした時客車の窓がパッと明るくなって一人の小さな子が手を挙げて明るくなったはいと叫んで行きました電信柱は静かにうなりシグナルはがたりと上がって 月はまた鱗雲の中に入りましたそして汽車はもう停車場へ着いたようでした